い、こんにちは、山城と申します。さあ、ってことでね、多分シリーズ的には全然間が空いてないのかな、多分四日市を出発してどこら辺まで使ってるかな、岡崎に入る手前とかまであたりまで一回本編で使ってると思うんですけど、時刻はですね、もうはや夕方の5時半です。岡崎長く居すぎました。楽しいです、岡崎、仕方ない。私まあ元々いたっていうのもね、ちょっとですけどね、仕事のお手伝いとかでね、来ておった兼ね合いでね、あああの店どうやろうとかって思ってね、結局あのラーメン屋さんを散々ね、紹介しようとかって言っときながらね、満腹屋さんも混んでおったっていうのもあって、めちゃくちゃ混んでましたからね。それはね、あのこれの前のシリーズで先に岡崎が多分上がってると思う、岡崎の次にこれが上がってると思いますので、そっちのね、先に上がってるこの動画見てもらったらいいかなと思うんですけど、ってことで、あ、楽しみすぎました。なんなら今、岡崎のアッペにいます。アピタ岡崎店か、ね、いますよということで、ここのね、エッグボードさんの今オムライスを食べて、じゃあ今からね、まず今日はでもね、豊橋に向かいます。で、豊橋の満喫で一泊して行こうかなというような予定で組んでおります。まあそれが一番ベターかなっていう感じですね、今のところの予定だと。ただね、豊橋ちょっと気をつけないといけないことがあって、豊橋市内に快活クラブというか、ネカフェの場合ね、快活クラブは2店舗あるんですけど、この2店舗のうちの1店舗が鍵付き個室も一切、そういったのがないところなんですよ。本当オープン席と簡単なブース席があるだけみたいなんで、そうなると1店舗に絞られてしまうんで、なかなかね、これ競争率激しいなということなんで、早めに入ってね、取っておこうかなと思いますけど、もう5時ですからね、5時半で今岡崎ですから、こっから1時間半、まあ7時は確実に行くね、8時ぐらいに着いたらいいのかな、多分道中ちょっとね休みながら行くと思いますんで、その模様ね、お届けできればと思います。どうしような、画面はもうこっちで行きましょうか。よし、では岡崎を出発していこうと思います。あ、でも岡崎だからせっかくだから前に移そうか。では早速出発していこうと思いますよ。出口こっちか。よいしょ、岡崎の暑さもいいですね。そう、イオンとかよりと違って北側にありますんでね、稲妻町と矢作町を行き来しとった感じ合いで、比較的いわゆる、一番の中心街はね、日が丘東、岡崎の、方なんですけど、そっちよりもね、断トツ、こっちの北側の方を使うことが多かったんで、こっちの方が結構馴染みあるんですよね。もうこのまま直接1号線出ちゃおうかな。こんなところ、タカちゃん、ええところなんだろうですね。あ、三重の卵のセンターコンのところにあるんや。ちょうど卵料理食ったってなんかあれですね。こんな石窯パンのお店屋がいろいろあります。あ、で、違う、直接行ったらあかんやん。あそこね、行くって言ってましたよね。どう？そうだ、桜神社のね、境内、鳥居を作ってくれた、石屋さんをちらっと覗いていきましょうということでね、でした。すっかり忘れとった。危ない。しまった。ちゃんと地図見てない。今これが北岡じゃないね。北岡崎の南側の方のはずなんで。これちょっともう、待てよ。これ渡ってこっちの方角になったんだから、これまっすぐ行ったらほぼほぼいい感じのところですね。作戦は、
またローソンがどっかに止めて、地図を見よう。八丁北町ですから、ブロックとしては、1号線の、北側のブロックになりますんで、伊賀町のところから、ですから、ずっと南に下ってたところら辺にが近いのかなっていう感じですね。ですので、材木町、まだだって材木ですからね、木です、まだダメです、石ですからね。どんなでや、かりんとうの専門店なんてあんだ。へえ。しかしほとんど外に出てないはずですけど、それでも汗がすごいですね。肌がベトベトする。これが曲がったら本通りですよね。これまっすぐ行っちゃって良さそうなんだよな。まあまあこの辺りのはずなんですけどね。あんな森林館会前の出てますけど、八幡町やろ。あ、バナナの店がある。あのバナナあれか、オンエアさんのやつでやってたバナナか。なんかすごい人だかりができてる。この辺りっぽいんだよな。連尺通り。あ、どっか止めたいな。この通りかな、なんか出てる。丸にレモン。あ、出店じゃなくて、ああいう、あれか、オブジェなんか、あの車が。あ、じゃあカーキッチンみたいにして売ってるのかな。パディチェーンの脇、サザエモンがあって。あ、高成長だもんな、これ。あ、もうちょっとこっち側なのかな。あ、ミニストップが出た。このミニストップの裏の筋のはず。なので、ここみたいですね。石垣新聞。石ある。石があるぞ、確かに。あ、もう周知だからそんなにギラギラとしてもあれでしょうけど、いっぱい石あるな。あそこかな。ちょっとカメラをそちら方面にフォーカスして置いてみようかな。あ、天満交番があって、あ、うわすごい逆光で見にくい。ここか。あ、これが新見栄太郎。あったあった。うわ、映ってたかな。いっぱいね、石置いてありましたね。多分なんですけど、どうもあそこの石屋さんがあの桜神社の
鳥居を作ってくれたみたいです。ありがとうございます。あ、あれでも新見ミシン商会とか結構新見さんがいっぱいあるな。いやでも新見さんで石屋さんで岡崎って言ったら、まあ、多分そんな何個もあるわけじゃないと思いますからね。あ、どうも あちらがそうみたいですね。さあ、眩しい。あ、すごいおしゃれ。なんだこのおしゃれな感じは。いやー、まあ見れました見れました。ではとりあえず私はあれですね、1号線に、向かって、東の方にね、一度、豊橋方面の方を向かっていこうと思います。まずは豊川かな。豊川で一回休んでって形になるんじゃないかな。